まったく先囚人には理屈が通じないのか。この嫌みったらしい声聞きよ。天白氏の相手を。だが何度も言ってる。ちゃんと聞こえているし、これ以上私の荷物を。どれだけ人を呼んだ。お前、ま、これはこれは、こいつらがトラブル。このカンパニーの人は、ユウキさん。はあ、使命の施設か。そしてそのあんたがスコートだったんだ。好きで戻ってきた。奪う。ならどうして構造士まで連れて。あのな、遠方。納得できないな。ですが、わかった。安全。必要ない。生物組織。具体的な結論は探偵士の確認を待つ必要がある。同盟には生物製品に対する下。いいだろう。この貨物、はあ、スコート前に先生が。何をこそこそ喋ってるんだ。早く。この人は強く出ればすぐに折れるけど、下手に出ると強気になるタイプだったはず。お前たちが安全規則を持ち出したからには法律の話をしよう。同盟と機密保持契約を結べば他の人に覗かれる心配はない。カンパニーの規則に従い双方が納得でき。そうは言ってもお前たちがそれを守るかと。知的財産権の機密保持を結ぶかどうかはともかくとして、博識学会が作ったテスト用プロトタイプの製造費だけで。スコート、具体的な金額は出せる？検定博士はもちろん弁償します。天白氏の財力を疑っているわけじゃない。が、それとこの輸送艦に積まれた貨物は博識学会のものだ。検査するな。私は博識学会の霊賞教授と仲がいいの。彼からはいろんなことを教わった。一日。ふざけるな。たとえお前と彼が血縁関係。カンパニーと選手は法治社会で手続き。スコート、あんたは自分がカンパニーの社員としての一線を。あんたと天白氏の対立が激化すればビジネスの。私は選手と対立するつもりは。お前たちなし。アンスコートさんは先延ばし。法を犯さない限り。分かっているじゃないか。では失礼して自己紹介を。もしかして彼女が。うん、彼女が主命から派遣された新しい支店。実は構造士から未知の生物のサンプルが入った貨物がここに留まっているため、探偵士の人間に検査してほしいとの書類が届きまして、ちょうど暇していた私が自ら出向くことにした。スコートさん、そんなに検査してほしくないというのなら検査はしなくて構いません。構いませんってどういう。急に話が通じるようになったじゃないか。お前が検査。異論？どうして異論があると思うのですか？ただのサンプルでしょ？輸送船に積んである貨物は全部そのままで。ちょっと待って！そう来なくてはな。エンジンの修理が終わったら。船はもちろん出航できますが、先週とカンパニーが締結したい。その生物が危害を及ぼすから47西暦年だけ待ってもらえれば。だっけ！そんなに驚くことですか？
あなたはまだ若く。さすが長命種。嫌味な言い方をする。お前たちは。どうやらスコートさんは勝利の瞬間を見届けるまで自分の仕事と人生が続いていくとし。おい、どけ。検査させるんだ。ですがスコートさん。もういい。状況は十分面倒なことになっている。安全検査をさせてやろう。戻った後、私自ら学士たち。この女に比べれば、って誰？このお姉さん、すごい。これが貨物ですか？いいか、検査で何かあったら本当に賠償金を請求するからな。止めてください。驚きました。風に吹き落とされる。一生たコラボスタート。またそれ。無理だよ。早く行け。研究の価値あり。本質は同じ。進行全てが燃え尽きるまで。ドリームカムトゥルー。これを生きるために。こんなものをラフの不当に何日も置いておくつもりだったの？今のは私たちとは。こうなった以上誰かに責任を押し付けようと。どうしてこれが動き出したのか本当にわか。もういいよ結城さん。何人か運気軍を連れてきてくれる？わかりました。さあスコートさん、こちら。皆さん、軽く調べてみたところ、職人が心配していた通り、中にただこれが気候なのか生物なのかは私。これの核の部分は隠語で湿研と呼ばれているもの。わかりやすく言えば、この機械は何らかの生物の神経を制御通す。少しサンプルを採取して端子たちに分析させれば、この生物。博識学会はなぜこれほどまでに倫理に反した技術を使うんだ。いずれにしろこれがホリジンがこの艦船を襲撃したの。通りで貨物を開けての検査を嫌がるわけだ。この件は重要規則に従うなら危険を及ぼす生物と囚人、職人さんも運気軍に。カンパニーの人は手強いだ。こちらこそ命将軍の従者は優れた腕前の。はい、まさにそちらの3人は。それほどでも。まだ時間があるので。じゃあ僕は遠慮なくお呼ばれしようか。あなたたち3人も